にお風呂入ったら？ちょっと待って。私、お父さんより先にお風呂に入る。なんで？なんでもいいでしょ。なんかジャスミン変だったね。どうしたんだろうね。お父さん、気にしないでね。はぁ、お風呂気持ちよかった。あれ？ジャスミン何してるの？明日の宿題。ジャスミンは偉いね。宿題ちゃんとやって。って、パンタも宿題あるでしょ。あ、お父さん、どうしたの？冷蔵庫にアイスあるの？ちょうど食べたいと思ってたんだよ。ジャスミンも食べるでしょ？いらない。それよりお父さん、勝手に部屋に入ってこないでよ。これからは入る前にノックくらいしてよね。お母さん、おはよう。もうお父さんしつこい。もう二人とも。おはよう。って、どうしたのこの空気。なんか雰囲気悪いよ。あ、そういえば洗濯機回すの忘れてたわ。よいしょ、よいしょ。ねえ、お母さん。どうしたの？今日から私の洗濯物とお父さんの洗濯物、分けて洗ってほしいんだけど。どうして？今まで一緒に洗ってたじゃない。とにかく、これからは嫌なの。わかったわ。お父さん、今日もお仕事を頑張ってね。いってらっしゃい。ついでにケーキでも買ってきてね。まったく、どさくさに紛れてケーキのおねだりしないの。ジャスミン、お父さんに行ってらっしゃいは言ったの？言いたくない。ジャスミン、最近お父さんに冷たいよ。一体どうしたの？だってお父さん、勝手に部屋に入ってきたり、しつこく話しかけてきたり、無神経すぎるよ。お父さんなんてもう帰ってこなくていい。ちょっとジャスミン、お父さん元気出して。きっと虫の居所が悪かったのよ。お父さん気にしないで。お父さんなんてもう帰ってこなくていい。もう帰ってこなくていい。はあ、ジャスミンちゃん、ため息なんかついてどうかしたの？最近家にいても落ち着かなくて。何があったの？この頃、お父さんのことを見るとイライラしたり、話しかけられるとすっごく嫌な気分なの。今朝もお父さんが家を出るときにひどいこと言っちゃった。そうなんだ。ジャスミンちゃん、それって反抗期じゃないかな？反抗期？反抗期は心が大人になってる証拠だから仕方ないことだよ。でもやっぱりお父さんは傷つくことを言われたら悲しいと思うよ。そうだよね。僕はいつでもジャスミンちゃんの味方だから、何かあったらまた相談してね。うん、ありがとう。ただいま。ジャスミン、お帰り。遅かったわね。お父さん帰ってきてる？お父さんなら向こうの部屋で荷造りしてるわよ。荷造り？お父さん本当に荷造りしてる。私が帰ってこなくていいなんて言ったから、本当に家を出てっちゃうのかな。お父さん。今朝はごめんなさい。あと、最近冷たい態度をとってごめんなさい。これからはちゃんと挨拶する。洗濯物ももう分けなくていいから、出て行かないで。ちょっとみんな、なんで笑うの？お父さん家出てっちゃうんだよ。ジャスミン、お父さんは一週間出張に行くだけよ。そうなの？本当に出て行かない？私のこと嫌いになってないよね。はぁ、よかった。ジャスミンってば早とちりだな。でも二人が仲直りしてよかったね。洗濯物も分けなくていいんですってね。あ、待って。やっぱりお風呂だけはお父さんの後は嫌だ。
まあまあお父さん、お風呂くらいいいじゃん。そうだよ。でもお父さん、別にお父さんのこと嫌いじゃないからね。お父さん照れてる。ジャスミンの成長に少し複雑な気持ちのお父さんでした。